AM2 時45分だったが、実際には遅れて、AM3 時30分、フィジー・ナンディ国際空港に到着する。空港でこっそり携帯を充電しながら、大韓航空のオフィスが開く8時30分をひたすらソファーで待った。 3.7 フィジードルでツナロールを買って食べる。まず大韓空港の空港のオフィスでやりたかったことは、日本からのオープンチケットの帰りの便の日にちをギリギリまで遅らすことだった。2月の終わり頃日本に帰るようにしたかった。 ATM から 6F を下ろす。その間、フィジー、ツバル、キリパス、バヌアツ、ニューカレドニア、タヒチなどいろいろなところへ格安で行けチケットがないか調べるということもしたかった。この空港にはあらゆる航空会社と旅行会社が揃っている。夕方ぐらいまでずっと聞いたり計算したり考えたりして疲れた。そして大韓航空のオフィスでできたことは、2月3日金曜日 KE822 便で AM10 時発南陸空港、時間10時間35分で15時35分インチョン国際空港、18時40分発、飛行時間2時間10分で KE705 便で東京、成田、20時50分着の。結局日本への帰る日をそんなに変えることができなかった。そして他の島に行けるチケットをうまく見つけられなかった。もしかしたら首都スバの町に行けば安いチケットがあるかもしれないと思い、バスに乗って行くことにした。16時発のバスで首都スバへ向かった。 12F 景色はところによっては馬が走っていたり山と草原が美しかった。眠くて仕方がなかったが、それよりも長時間座っていてお尻と膝裏が痛くなった。暗闇の中、治安が悪いと言われていたスバに到着。タクシー 5F ぐらいで空港で予約してもらったサウスシーズプライベートホテルへ向かった。2泊48F。 確かこのあとホテルでお菓子と飲み物を買って食べて飲んで寝たけど、いくらだったか忘れた。この日の出費は 4576.26 円。そしてアメリカンサモアから、サモア経由でフィジーに戻ってきて、バスに乗ってスバにも行くというね。はい、この日はですね、飛行機で朝着いてからで、ナンディからね、バスに乗ってね、首都のスバに向かいましたね。飛行機だったらあっという間なんですけどね、バスで向かったんですね。途中のね、立ち寄った町なんかにね、市場なんかがあって人が多くいる町なんかもありましたね。スバの町に着いたのは夜遅くでございます。バスで移動している時に撮ったビデオでございます。バスターミナルみたいなところですね。本当に市場にはね、人が多かったですね。1月12日20日57スバにてよちつま。どうして言わなかったの？あのタイミングで。僕は詩を書くことが大好きですよと、どうして言わなかったの？
あのタイミングで僕はあなたと一緒に暮らしていきたいですよと、どうしてどうして言わなくていいやが、言っていればよかったにすり替わっているよ。その時その時、君に言うべきことを僕は言えたい。2006年1月12日木曜日の日記、ノート91ページより。8時ごろ目覚める。誰も食べずに、何も食べずに町へ行く。マクドナルドで行ったエッグマッフィン、エッグマックマフィン 6F で買って食事をした。ツバル行きの船のオフィスへ行った。港のそばにその建物があり、周りには車の修理や工場やコンテナの会社などがある。ツバル行きの船は不定期にスケジュールもなく行ったり来たりして、予約自体難しくてビザも取得しないといけなくて、計画に時間がかかりそうだったので行くのをやめた。この船に乗れたらキリパスにも行けた。町に戻り、日本の大使館へ行った。ジュースを買って飲んだ。3階1階部分にある旅行会社に入った。オーストラリアやニュージーランドへは安く行けるが、あまり行きたくなかった。スバの町がにぎわっている。多くの人たちが行き交っている。言われているほどそんなに治安が悪い町とは思えなかった。ケンタッキーでセットを食べた。 8.5F ニュージーランド航空のオフィスへ行った。クック諸島への往復チケットが 732.6F で売っていたので買ってしまった。ヨシツマのね、南太平洋旅行、2005年なんだね、12月から出発して、何動画分ね、まとめて紹介します。今回はもう、ニュージーランド領のね、ニウエっていうところで年明けをしてですね、その続きから紹介します。ニウエっていうところね。ニウエの首都はアロフィでございます。そして空港のあるところまで移動していって、ニウエ国際空港から飛行機に乗って、ここがサモアのね、ファーリオロっていうところにあるファレオロ国際空港でございますね。ニウエが、ニウエが46カ国目、サモアは45カ国目でございますね。そしてまたね、首都のアピアまでね、いろんなちょっと行政区を通り抜けていくわけでございます。で、アピアにたどり着いてからツアーを組んでですね、また、空港の方に行くんですけども、空港を通り過ぎて、アイガイレタイというところにあるムリファーヌアというところにあるフェリーターミナルに向かうわけですね。で、サレロロガという、サレロロガフェリーターミナルっていうのが、サバイ島にあるんです。サマーの中にあるサバイ島の中にあるんですね。そこからツアーのバスに乗って、まあ小さいワゴン車みたいなやつに乗ってですね、で、またいろんな行政区があって、そしてサツイアツアっていう、ビーチにあるファレのところに泊まったわけですね。で、次の日、1日
ツアーして一泊だったと思うんだよな。その日の夕方に港からまた船に乗って、まあ2泊したかもしれないけどね、ちょっと忘れちゃいましたね。で、フェリーね、またね、こっちはサバティ島からウポル島に戻って、またいろんな行政区を通っていって、アピアの首都に戻っていくと。そして泊まってね、また、空港まで行きましてですね、パレオロ国際空港。そこから飛行機乗って、ツツイラ島のところに行くんですけど、ここがですね、アメリカン領サモアということで、47カ国目ということにしましょう。ウエスタンディストリクトっていうところに、ターフナという場所があって、そこにパゴパゴ国際空港っていうのがあります。で、途中ね、なんかちょっと行政区を通っていくんだけど、まあ、イースタンディストリクの中に、マオプタシというところがあって、その中にパゴパゴという首都の町があります。まあ、この島をね、何泊かしてですね、いろんなところに行ったんですけども、その後にまた空港に戻ってきてですね、で、空港からサモアに戻っていく。で、サモアの空港でね、8時間ぐらい過ごして、すぐに、飛行機に乗り換えてですね、ナンディ、フィジーにも戻ってくるわけですね。フィジー43カ国目、ビティデブ島の西岸地域の国際空港のバシューにあるナンディというところね。そこからバスに乗って、いろんなとこ通っていくんですよ。行政区ね。南海岸沿いに進んでいって、西部から中央地域行って、そして、レワというところにスバという首都がありますね。で、首都まで行っていろいろ調べた結果、次行くとこ決まったんですけど、とりあえずバスに乗ってシンガトカまで戻ってきてですね、シンガトカで泊まるというところまで今回の VTR が進んでいくという感じになっております。